フォアグラ。今日はコメント欄荒れるなこれ。ぶつけてはないんですけど。ぶつけたんじゃないの。で、ショーに行ったらなんか内容も分かってなかったし。間違っとるとかなんかお前らダメだって言ってるわけじゃん。たるんではないかいって。ちょっとぐらいぶつけていいや、ちょっとぐらい寝坊してもいいや。また叩かれるかよ俺。めちゃめちゃ叩かれとんな最近。またな1個2個は別に聞いてないけど、それ100個ぐらいあるでな。現場に出てない YouTube のことしか考えてないこのカメラマン偉そうやな。口だけでは何個でも見える。お前が現場行ってこい。元気しとるか。元気しとるか。元気しとるか。誰やる車。お前らか。はい、聞いた。お前車担当なんじゃない。しかもそして あれっすか。あれってないね。お前あれってないね。これ車もう寝転がって携帯いじっとんぐらいけど別に。はい、歩いてないもん。あの車ですか。あれってなんやで。で、ショーに行ったらなんか内容も分かってなかったし。いや、聞きます。あ、いや、お前でもなんか事故じゃないって言ったよ。いや、ぶつけてはないんですけど。ぶつけたんじゃないの。聞いた。で、あ、車に電話した。いや、カンタがに聞いたら、カンタがなので、やっぱでもその、やっぱ接触でそのカメラが見えなくなったんですよね。接触で何かかんかったの。なんか視聴者の人がついていけないから、ちょっと内容説明してくれ。どうなったのあれ。何がどうなった。なんかスピードがでくなったの。そうっす、まあ、現場行っとる途中にそのいきなりピーって鳴り出したんですよ。うん、お前の頭がぶっ飛んだんじゃないの。ピーって出ちゃったら、ピーって出ちゃったらお前の頭じゃないの。ピーって出して、そしたらなんかもうアクセルを踏んでも30キロぐらいしか出んのっすよ。おうおう。で、俺壊れたと思って。でもその時にガソリンがもう光っとったのがガソリンかなと思ったんですけど、うん、ガソリン入れても直らず。うん。そしたらちょっと見たらそのシステムみたいなのあるんですけど、うん、コンピューターみたいな。そこ赤く光っとったんですよ。うん。あ、これだと思って。とりあえずちょっと現場ストップして。うん。で、すぐ、あの、水に戻って。30キロしか走ってんのに。おで、とりあえずその日に持ってってもらったっすけど。でちょっとその内容わかんないですよ。なんでそうなったのか。なんでぶつけたとか言ってたの。車屋さんなんか前ぶつけたんじゃないの。誰かがぶつけた場所にアシストカメラっていうカメラがだろう。そうだよお前ほら見ろ。いや、あ、また叩かれるかよ俺。めちゃめちゃ叩かれとんな最近。またなんか龍神大臣ここでさなんか言ったやつあるじゃん。そのでもお前ら、まあ、現場が悪いって言ったってしょうがねえからとか言って、はい、結局善意ならんのは俺らだろうって言ったら、なんでこいつ仕事帰ってきたやつにそんなこと言っとんだとか。お前じゃゴルフの練習行かずにお前やれよとか言って、いろいろやるのほんとムカついてくるんだ。チクリチクリくるんだよな。こぼれが刺さるんだよな。1個2個は別に聞いてないけど、それが100個ぐらいあるでな。でこぼれが刺さるとちょっと痛いよ。さすがにいっぱい刺さると100本刺さった。100本刺さるくらい刺さると、なんかもうあんなこいつらと思って。まあ悪いとかいいじゃなくて、どうしたかあんのって話をしてるだけの話じゃないこれ。ぶつけたことからしても、だから俺別に責任取らしてないもんね。じゃあバカ野郎って言うのやろって言って、金給料から引いたことある。いくらある。岡部だけじゃないか。岡部一回ある。岡部とミッチーくんですね。ミッチーもあるか。一回ミッチーくん事故っとるんで。それお前マイカーじゃないの。いや、あの乗り換えるだいぶ昔ですけど。使えんがなお前。あれだ。もう払わさ
されるに決まっとるやんお前あんなもんお前これお前視聴者が勘違いするわお前こんな話だろってせっかいやつだなって30何万だじじいや事故の時にあれ保険聞いたやんけでお前らが中途半端な修理こうやって支援もこうなるんちゃうんかそうっすフォアグラおいやれるぞやれるぞじゃだけどそうだろ事故の時ちゃんとやれよって言ってるやん毎回綺麗に直せよってはい進化ったもんねこれお前保険期間だろちゃうんそうっすちゃうんなあ高橋高橋ちゃんす橋本大橋か大橋か橋本やってですあ橋本、はい、橋本またコメント欄バリバリやれるけどなこれまあまあ、あ言ってることはわかるんですけど、まあ、敬語でちょっとわかるんですけどってこぼれが聞いてきたどうなるかなみたいなじゃないけどそうじゃないんかこれじゃお前もで共有できてないんだろうお前自分にお前が車のなんか担当してるんじゃないの全部車やとでみんなに共有してないんだろそれどういう内容ってお前なめとんの本当お前払えよじゃあ車の担当だったらお前払えよ別に払わんでいいやボーナス査定してるわじゃあはいはいお願いしますでやったんだったらいいよボーナスだ頑張った分に払えばいいんだろ俺ほらはいあまだお前飲んでないもんで今日は文句言ってこんな社長それは違いますよとか言ってお前熱くなって言い出すねこいつじゃないけどそれは分かるよお前らも、ま、じゃあ間違っとるとかなんかお前らダメだって言ってるわけじゃんだけど無駄なんだよねってどうしていくのって別にたるんではないかいってちゃんと俺はたから見てもたるんでると思うけどなこの会社仕事は一生懸命やっとるよ確かにいやなんか雑じゃない全てにおいてキビキビせえやってはいそれもう全部お前のせいだぞわしはいなんで言いたいんかまだ飲んでないで言えんのかなんで師匠に言われたで何でも言いやいってもんじゃねえぞお前って怒られたでな俺にしてなあってなっとったら昔からこれよって思いますあまあいいんじゃない意見としてはいいけど言い方じゃないコミュニケーション力じゃないだから俺もこうやって冗談半分で言うでまだ腹立たないな何で今うれーとかで本当にマジ切れで逆にカメラ回して言うなよって言うけどカメラ回ってなくて言ったらまあまあうぜえぞこれまあだけど本当まあで別に俺文句言うつもりないけどどうしてくるんだよこれ本当ゴミがもうこいつに聞いとんだお前に聞いとんちゃうわこれまあその今回起きたもう俺もあ俺だから持ちるもう今回起きたことはあの前ぶつけたやつが多分その問題が起きて後からそれでね誰も言ってないんだろお前さっき車に説明受けて今回のやつ車屋が説明受けたんだろその前の事故でほったらかしになっとったやつが不具合を起こしたんだろそうぶつかっそれをぶつけたのが原因で、うん、なってるんでそのアシストカメラが壊れたっていうのがだけど、それほったらかしになっとったんだろってなって、事故で、事故っとったら保険聞くじゃん。事故でちゃんとやっとれば、事故届け出してやっとれば。じゃあな。それがちょっといつぶつけたか。あ、わからん。なんで、ドバッと言ったらちょこちょこぶつけとるのか。それも、それだって。わからんで終わらせんだよ。わかるまで調べろ。お前車担当しようになったら。もう自分の金だったら調べんか。俺は別にその怒ってない。イライラしとるだけやろ。そうそう、別にイライラもしてないけど、いや、次怒るようにすんなよって毎回言っとるのに、別に、俺金出せよ、お前らだらけって言って、この給料去っていくぞって言わんじゃん。だけど、お前ら何にも言わんかったら、まあいいやん。何も別に怒られへんし、金引かれへんし。で、原因追及しちゃなかったら、また怒るじゃん、同じヒヤリハットって。現場でもやるだろ、こんなこと。ちっちゃな問題起きたらヒヤリハット次の日の朝やらさね
この間もそうじゃん、別に誰が悪いとか、うん、お前らが悪いだろとか言っとるじゃない、まあ冗談半分言っとるかもしれんけど、だけどこれ追及してけよ、しょ、はい、でお前の責任者能力が足りないんだよ、でも本当に、はい、で別に次起こしたくなくない、俺だったら次起こしたくないよ、だみんなに共有し合いだけじゃこういうことがあったんだけど、あれが前ぶつけたんだとか、ちゃんとぶつけたら言えよとか、はい、でそういうこと 言っていくうちに次はちゃんとみんなが報告するようになるんじゃない、はい、お前らいいわいいわ、片付け死んでもいいわ、ちょっと綺麗だったね、掃除はしました、したよ、なんか綺麗になってるよ、ちょっと、はい、こういうのもそうじゃん、あ、汚く扱っとってもいいんだ、このつけの上置き帰ってきても誰もおらんのだ、でそれお前だろうぜ、そうそう、今日はコメント欄荒れるなこれじゃああえてなんかそのこぼれ意識しすぎて逆になんか強めに出ちゃってる俺がいるじゃだけどそうだろう、だ俺も別にそんなの言いたないし、でそ 俺のお仕事じゃない、このことまず逆に無理やろ、じゃあそんなごちゃごちゃやそんな現場でだって帰ってきてそんなこと言われたらへこむわ、お前が全部悪いだろみんな厳しいけど切磋琢磨しようなあ、もうそろそろ変わるよ、何でやっとな、同じミスしようやちゃうんか、そうっすこの二人がこれマジなんすかみたいな、マジじゃないよ動画っぽく言ってるだけ、今入ってきたやべえマジやん社長いやだけどまあ本当は別に怒ってない、そんな怒ってない、まあ別に苦労も大したことじゃないと思う、だけどまあいい機会じゃない、はい、だけどみんな別に厳しくていい会社もよくない、その時は腹立つぞお前も、トシ君とリュウジそれ言っとんだよ、何やっとんじゃんあいつは、ボランドルフに言っとったよね、そのリュウジがもうトシ君も言っとった、人間しょう言わないからさ、でしょうしたら何も言わかってるお前らもう同じやんって、だからみんながだろ、あこんなことこういうこと言いたくないなじゃん、誰が車をぶつけたのって、言われた時はそれ腹立つけど、そんなぬるいかしら働きたくない、なあお前もだって車の修理代が30万もしとって、ぶつけたやつそのままにしとるもんね、保険も使えへんなんかお前どんどん太ってってない、えはいはい、だからどんどん太ってってな、体重増えとるだろ、体重測ってないですよ、やばいぞ見たくないっすねやばくないですかいやなんか車ぶつかっ、なんかセンサーがなんか全部壊れて35万ぐらい感じたの、もう、もう本当にこのペナルティーやりたないけど、ペナルティーなしにさせてね。でももう次にこういうことがもう起こるようだったら、本当にもう、給料から引かんけど、もうボーナスからカットするぞ。もう俺のボーナスなんか頑張った分に払えるカットじゃないよな。はい。査定するとか。まあ、だけどな。あの、いや別にいいじゃん。事故なんかぶつけたっていいんだからさ。いや、これで何枚になってる。で、多分ちょっとぐらいぶつけていいやっていうのがなんか蔓延しようじゃん。今足は。ちょっとぐらい寝坊してもいいや、いい素材が集まっとんだね、いや、もう吸ったみたいなやつが集まっとんだったんですけど、人材いいぞ、どうかでも終わっとる、終わっとるコメント欄はこいつかわいそうお前って、なんか最近岡部に冷たく当たりすぎる、だけどこいつはまあまあすごいぞ、うちだって予想会社もっと本当にヤバいやついっぱいおるじゃん、うち相当レベル高いと思う、できるじゃん、それってリーダーに関わるじゃん、お前の当たり前が低かったらさ、みんな当たり前下がるな、これでね、いやだけど、まあまあ、このことはどうでもいいんだよ、本当に思いまして、ね、まあ、リュウジとかトシコもいい機会で話し合って、はい、あの変わってなんと、はい、まあ、俺これ片付けろって言ったけどさ、そうじゃん、あこの足場班すげえなーって、変われる人材おるんだよ、何年おるの、昔は俺営業やってバリバリやっとるって厳しかったよ会社、はい、思わん超、はい、ぬるいやん今、何にしても片付けろって言っても片付かないし、変われるしいい会社作れるぞって、このままは絶対大きくならないよ、このぬるい会社で絶対大きくなったらボロ出るぞ、砂の上にお城建てるみたいなもんじゃん、理解道場もそうだったじゃん、
ガン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 でかくなった時はまだまだ営業とかも変な方もあんかみたいな落ちるやつもおったもんね。結局どっかでつまずくじゃん。あの時全然緩いやん。できんの？俺29だったよ、その時。だって、だから俺ばっかと言うと、俺が悪者みたいになっちゃう。うわぁ、これまたこぼれ大きさになってくるぞ、俺に。ほんと、出だけしたけどね、お前と。見たのか？今もだいぶあるよ、これ。コメントに対してのコメントも、ちょっとずれてさ、あ、これじゃん、ほら。現場に出てない、YouTube のことしか考えてない、このカメラマン偉そうやな。口だけでは何もでも言える。お前の現場行ってこいよ。社長ずれてんな、とか。まず腹立つ現場で元請けと喧嘩して、小屋んと遅くまで働いて、まあ、小屋んとってお前じゃねえか、これ。お前コメント書いて、小屋んととか言うやん、お前なんか。現場、喧嘩して小屋んと遅くまで働いてきた社員を今日は遅くまでご苦労様って、ねぎらったれよ。だから人が辞めてくね。早く返してあげなよ。疲れてるんだからカメラ回す前に思いやり持て。これもう、しかも連続で入ってるから。別に下まで行ってねえから、この勢いでずーっとあるから、これ、マジで。めちゃくちゃ叩かれてるから、お前。はい。じゃあ、ここでも終わります。ミキムシでちょっとそういう動画風景みたいな。まあ、動画回っとったらいいですね、このまま。そうです。あ？そんなあの。逆にカメラ回んなかったら全然怒らんくないんだけどね、別に。カメラ回ってるでもないという。じゃあだけど変わってからなんぞ。マジで。一生懸命やっとるのはもう分かっておるんだね、だけど変わらんとかんぞ。はい。じゃあ皆さん。ちょっとミーティング受け、ちょっと撮ってほしいけどな。前だったらいいや。せーの、また見てねうわー、これ俺叩かれるなナイスエッス。今回、超のトラックが急にスピードが出んくなって修理出したんだけど、トラックのフロントバンパー、アシストカメラ外についてるやつな、30万。ちょっと他にもいろいろあるけど、気をつけてください。正直多分事故っとっても多分あの傷は分からんのだわ。へっこみは、え、そう、いや、いや、うるさい。だから絶対気づかんの、多分のとってぶつけとるやつしか以外しか分からんのやったん、あのへっこみは。だからもう多分そいつが言わん限りは分からんし、でその週一でも一回なん自分のトラック確認して異常がないか、まあ俺ら素人だしその分からんけど、そのトラックのことはその役割じゃカンタ頼むね、まあ、担当じゃ決めようか。じゃあこのハウスの中の掃除だ、誰か。僕です。お前はいいよ。いい、お前だって汚いもん。タケ、お前はだってその日報があるじゃん、一番重要な仕事で、まあ、とりあえずその一人一人そういう意識を持ってこうっていうやつだから、まあ、みんなで頑張りましょう。はい、OK、 リュウジ君なんか最後そうっすね。Yeah.